田村敷新日本の花嫁田村敷新昭和9年1月7日は日本の牧師。上村正久、内村貫蔵、松村海石と共にキリスト教会の世村と呼ばれた。日本の花嫁事件で知られる。り木の三男として大阪に生まれた海軍兵学校から亀井塾に転塾。有機英語塾、築地大学校で学んだ。 1874年10月18日洗礼を受けた東京一致神学校を卒業。1874年12月24日、日本キリスト一致教会で牧師の安守礼を受けた。1880年1月に日本独立長老教会銀座教会の牧師となった。教会は1880年2月に京橋区新魚町に移転し、 京橋協会と、会唱。1885年4月には、麹町区有楽町に協会を移転し、月屋橋協会と解消した。田村は、日曜学校に力を入れ、児童向けに信仰と道徳を進める後、アメリカの著作から取って話して聞かせた。1880年にその一つを、忠義なる古種の話として、71雑報に掲載し、 同年にこれも含む8話を、同盲道のしおりという本にまとめて出版した。欧米から翻訳した、児童文学の最初期の一つである。1888年には、翻訳児童書として、初めて原文一致を取り入れた、同盲道しるべを出版した。この間、1882年に、アメリカに渡り、黄金神学校に入学した。 1885年にプリンストン神学校を出て、プリンストン大学心理学科を卒業し、修士号を取得した。1886年に帰国し、月屋橋教会の牧師に服した。1892年に、田村は、仏教の影響下の家庭とキリスト教の影響下の家庭を比較するため、著書、日本の花嫁を出版した。田村直新牧師は、 私の持論なる男女同権論を主張し、日本の風俗習慣を破壊し、新日本において新ホームを作るの必要を強調し、キリスト教の力でなくては男女の締結を守ることもできず、婦人の地位を高めることのできないことも極論した。1893年、上村正久は福音新法127号で田村牧師を激しく批判した。 日本の花嫁は記して曰く、我らは、愛と、近重的の情欲とを、統一しす。曰く、我が人民は、清潔なる愛を味わい知らず。曰く、日本にては、父親は無限独裁の君主なり、万権これに属す。曰く、親は、次女の婚下のみに熱心して、その将来の幸福範囲へ思いパか,かることなし、うぬん。この類媒居するにあらざるなり、 これ、真実に、日本の社会を映し出せるものに、ひざるなり。今、田村氏は、条文のごとききっかいなる文字を浪して、同胞を外国にそしれり。我が輩は、死のために深く、これを恥じ、また、これを悲しまんずばらざるなり、よし真実なることにもせよ。自国のことはいちいちこれを外国につぐるの必要なし。あるいは、これを隠蔽するの義務あり。 言わんや虚毛の記事を貫いて、自国の地辱を海外に風潮するや、我輩この種類に属する著書の啓白をつまびきす。10月に、日本キリスト教会の仲介は、伊部カカ之ノ山本秀輝熊野雄七の訴えにより、同胞残部罪で、田村直信を検責教会法廷の判決を不服とする。 田村牧師は大会に上告し、異端でないのだから教会法廷は不当であると主張した。1894年第9回日本キリスト教会大会で、上村は、この問題についてはもはや多言するを要しない。宣告以来彼が事故を弁護する、その態度を見ればわかる。こののごとき人を、我が日本キリスト教会の教職としてにいむるべきか、どうか。 ぜまた地図から分妙である。と述べた。大会では仲介より、さらに罪状と処分が重くなり、大会は、日本国民を侮辱したるものとして、田村直進を、牧師から免職した。教職をメンズとする判決を下した、教会法廷の判決文は次の通り。そもそもこの著書は、国民の面目を犠牲となして、金銭を博したるものにして、すなわち同胞を海外に、 侮辱しみだりに、本法人の名誉を毀損せるものなり。伊深梶之助は、ものには、内外の別あるものなりしかれども花嫁著者は、日本国民の恥辱となるべきことを外国語を持って、外国において著述したりと述べ、押川正義は、我が祖先が残したる高血なる親子間の道徳を捨て、海外に恥しむると言った。無境界主義の内村勘蔵は、判決に、 満足の意を表明して、宗教は国家観念の上に立つものなることは余配の十分、善人するところなり。されども国家の名誉を犠牲に供し、国家を恥かしめて伝布のする宗教は邪道なり、と言った。田村牧師と巻き返するスキア橋教会は日本キリスト教会から分離し、免職後も日本キリスト教会以外からは牧師と認められていた。経営する。 自衛官から山田工作が育った。1909年の選挙開始50年記念会で、キリスト教文学につけての講演を担当。田中正造の足尾高読事件に協力していたが、足尾道山事務所長の翔太川明の、ミネルバ書房を、2004年、12から13ページ。鳥越新、編楽しく読める日本児童文学13ページ。 日本キリスト教会は、緩やかな長老性をとっており、仲介の判決に不服があるときは、大会に上告することができた。内村鑑三振興著作全集 24P55、キリスト者であることと日本人であること P175、日韓協会成長比較 P111、日本プロテスタント教会史、P142、イブカカジノスケとその時代2巻。 P366 から392、議事録田村らは改善されたと考えたが、実際には21世紀に入ってからも、足を行読問題は集結していない。工藤英一、社会運動とキリスト教、P150 から151、ありがとうございます。